皆さんこんにちは。僕は現在錦糸町駅南口広場に来ております。今回は都営バス面白路線の旅休日編ということでやっていきたいと思います。都営バスといえば東京23区を歩いていればどこでも見かけるイメージですが、そのようなバスの中で少し変わった面白路線を今回は紹介していきたいと思います。最初に乗車する面白路線がこの駅から出ているので、早速バス停に移動しましょう。今来たバスの次に来るバスに乗ります。ちなみにこのバスは水素の燃料電池で動いています。水素バスが発車するとこちらに止まっているバスが動き出しました。これが本日の1本目のバス、直行03です。まずはこのバスで新木場駅まで行きます。錦糸町駅前を発車です。このバスは亀戸駅通りまでは各停留所に停車します。それより先は都営新宿線との乗り換え駅である西大島駅に停車した後、新木場駅前までバス停を11連続で通過します。まるで京葉線の通勤快速のようです。今見えている高架橋は越中島貨物線です。この路線は総武線の亀戸駅付近で分岐し、越中島貨物駅までを結ぶ全線非電化の路線です。ここからは新木場駅まで明治通りを走行します。亀戸駅通りを発車です。このバスが本領発揮するのは西大島駅を出てからですが、ウォーミングアップ的な感じで一つバス停を通過します。五の橋停留所を通過です。人が待っている停留所を通過するのはとても新鮮です。西大島駅の駅舎が見えてきました。西大島駅前停留所に到着です。ここを発車すると次は新木場駅前に停車します。これから11連続通過区間となります。途中の停留所で降りたかった人がこのバスに間違えて乗ってしまったら絶望するでしょうね。人がたくさん待っているバス停も容赦なく通過します。ここは境川交差点です。現在ここに川は流れていませんが、昔は境川という川が流れていたそうです。永泰通りと交差します。永泰通りの地下には地下鉄東西線が走っています。ここから先景色は埋め立て地風になります。この近くには東西線の深川検車区があります。新木場駅に到着です。乗ってきたバスは発車していきました。新木場駅に到着です。次に乗る2つ目の面白路線はこの駅から乗れます。次に乗るのは T11 号若洲キャンプ場前行きです。この路線は平日と休日でルートが異なります。あちらにやってきたバスも T11 号ですが、新木場循環なので若洲キャンプ場には行きません。乗車するバスがやってきました。このバスで若洲キャンプ場前まで行きます。
若洲キャンプ場前に到着です。しばらく若洲海浜公園内を散策したいと思います。ここから先はキャンプ場の有料エリアのため入ることができません。海を望める場所があるようなので行ってみたいと思います。キャンプ場を外から見るとこんな感じです。晴れているので景色がとても綺麗です。都心方面はこんな感じです。羽田空港が近いため飛行機も綺麗に見えます。何の鳥かは分かりませんが、富士山のような形の群れを作って飛んでいきます。あちらの方には海釣り施設があります。無料で入れるようなので行ってみます。海釣り施設の先端近くまで来ました。ここまで来ると中央防波堤の海の森公園がすぐそこですね。海釣り施設の入り口付近まで戻ってきました。何やらあそこにタワーのようなものがあります。このタワーでゲートブリッジの歩道に上がることができます。こちらが陸側の景色です。そしてこちらが海側の景色です。次は先ほど通過した8階の橋連絡口に行きます。厨房昇降タワーが閉鎖されているため橋を通り抜けることができません。いつか通り抜けられるようになるのでしょうか。いくら進んでも結局は戻ってこなければならないため、今回はここら辺で引き返すことにします。上からの眺めもいいですね。それでは地上に降りましょう。地上に戻ってきたのでバス停に向かいます。バス停には水素バスが止まっています。このバスで新木場駅に戻ります。新木場駅に到着したのでバスを見送ります。続いて3つ目の面白路線にもこの駅から乗車できます。乗車するのは急行05です。このバスで東京ビッグサイト駅前まで行きます。このバスは新木場駅から先、臨海線に並行するルートを通っていきます。ここは臨海線の東雲駅です。鉄道との乗り換え駅も容赦なく通過していきます。東京ビッグサイト駅前に到着です。このバスは先ほど乗った直行03と同様に日本科学未来館まで行きます。次は急行06に乗って門前仲町まで行きます。交差点の真下で大江戸線と東西線が交わっています。はい、本線高町です。こ
れで面白路線の乗車は終了です。最後は東22系統に乗って東京駅まで行きます。永代橋で隅田川を渡ります。初代の永代橋は江戸時代に架けられました。現在この橋は国の重要文化財に指定されています。 JR 線の高架橋の下を通ります。東京駅が開業する前まではこの辺りに五福橋という駅があったそうです。今回は都営バス面白路線の旅休日編ということでやってまいりましたが、いかがでしたか？好評であれば平日編など他の都営バス企画もやりたいと考えております。皆さんも機会があれば都バスがすっ飛ばす面白路線に乗ってみてはいかがですか？それではこの辺で動画を終わりたいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。